女子のみで開催されたクラブチッタ川崎大会。メインはレディースクイーンタイトルマッチ、中村ルミ対藤山照美の宿命の対決だった。これまで3度対決し、2勝1敗で藤山が勝ち越している両者の対決。果たして今回の決着は。ラウンド1、仲間当たるよ。
ジャッジ角田30対30引き分け、ジャッジ深瀬30対 29.5 赤コーナー中村、レフリー陣明30対 29.5 赤コーナー中村、2対0をもちまして赤コーナー